さあ、なぜかアストロボット、至るところで今荒れておりますが、果たしてなぜこんなに荒れているのか。いや、本当にね、アストロボット関連の動画が至るところで荒れておりまして、で、自分もですね、アストロボットを以前取り上げたこともありますが、そこでもですね、結構荒れていました。コメント欄がね、非常にひどい状況になっておりまして、まあこれどういうことかっていうところについて語っていきましょうか。いやー、けどアストロボットはね、なんかそのメディアであったりとか、あとそのレビューサイトとかではかなり高評価なんですが、一方でなんか全然売れていないことが判明しまして、で、かつまあこれってソニーが実は工作しているんじゃないかみたいな噂が飛び交っていたりとか、で、実際になんかその、日本でもですね、このアストロボットを取り上げている方何人かいらっしゃいますが、どの動画も結構コメント欄が荒れていたりするので、なんかそのメディアの評価とかレビューサイトの評価と一致しないんですよね。まあ別にゲームが面白くないってわけではないんですが、なんかそんなに絶賛されるようなゲームじゃないよねっていうところと、あと単純にストーリーが短すぎて、マジで一瞬で終わるからさ、具体的には6時間ぐらいで終わってしまいますので、早ければ。まあそもそもなんかボリューム不足すぎて、なんか判断に困るみたいな意見なども出ていたりとか、別になんかこれってアンチとかでもなくて、なんか純粋になんか感想としてね、日本人として抱いてる方が多いみたいだから、まあそういったところで、コメント欄がね、割とひどい状況になっています。じゃあこれどういうことかっていうところをですね、話していきたいわけですが、まあ割とね、アストロボット荒れているんですよね。まあ実際自分もやりましたが、別に悪いゲームじゃないと思うんですが、でまあコメント欄はね、ソニー憎しのようなコメントも多くて、まあ投稿者が嘆いていたりとか、で動画内で全く言及していないのに、コメント欄がソニーへの不満であったりとか、あとポリコレであったりとか、あと PS5 Pro の値段とか、そういったところについて叩かれていたりとか、まあ本当にね、至るところがですね、突っ込まれておりまして、なんかアストロボットの動画なのに、なぜかこういった内容がね、多数占めていると。で、自分の動画もですね、こういった意見などが占めていましたので、まあやっぱりどこもですね、似たり寄ったりの傾向にあるのかなと思っており、ただ今回ですね、あまりにもひどいといったところで、こういった形でネットメディアとかからもですね、取り上げられていたりとか、ちょっとアストロボットがやべえぜみたいな感じで、まあそういったことが言われてるわけですね。ただまあアストロボットがね、悪いというより、なんかソニーのね、直近のその動き方みたいな動向のところが問題かなと思っていて、で、結果としてアストロボットにヘイトが向かってしまって、で、アストロボットの動画のコメント欄とかも荒れてしまっていると。まあもっと言ってしまうと PS5 Pro かな。ないしは PS5 の動画とか、まあそれをね、取り扱っている動画のコメント欄の方がさらに荒れているわけですが、ただやっぱりこれを見てもらったらわかる通り、ユーザーサイドからは、かなりフラストレーションが溜まってしまっておりまして、まあソニーのその動き方であったりとか考え方っていったところに批判的な意見がですね、多数出てきてしまっていると、そのような状況でございます。ゲーム本編問題なく神ゲーっぽそうなのに、最大の弱点が PS5 を買わないといけないっていう特大デバフ。初週12,000の大爆死。なんで PS5 ユーザー買わないの？まあ、確かに PS5 ユーザーって国内だけでも600万人ぐらいいますからね。ほとんど買ってないということもバレてしまってますから。こんなたくさんプロモしているのに、面白そうではあるのだけれど、なんかアストロボットは無機質な印象を受けるな。最高に面白いゲームだったけど、続編が PS6 だと、もう二度と触る機会のない IP になってしまったと思うと悲しいと、過去値段的に。任天堂スイッチで出せ。1万本しか売れてなくて草生えた PC 職場だなし。いや本当に全然売れてないからね。マジで売れてないからさ。逆にあれだけ売れてないのになんで高評価レビューがあんなに多いのかっていう。だからまあこれがね、ソニーの工作じゃないかっていうことが言われていたりするんですが、まあそこについてはあくまで憶測なので、真偽のほどは定かではございません。でもアストロボット国内でそんなに売れてないって言うらしいやん。ソニーがアホなことしなければっていうことで、まあこれっていうのがいわゆる PS5 Pro の、発表であったりとか、あと PS5 の唐突な大幅な値上げとか、それだけではなくて関連周辺機器も全て値上げとなりましたから、ふざけるなってね、ソニーマジで何考えてんだと怒ってるユーザーが多いわけですよ。
まあ非常にですね、ここについては言いたいことはわかるので、まあまあまあっていうところなんですが、まあこのような今状況となっています。むちゃくちゃ出来がいいのはわかる。わかるんだけど、これだけに12万&ソフト代まで出せないかな。こういう系だとスイッチで任天堂の、名作がたくさんあるので、こういったゲームを別に買う必要はないんじゃないかっていうような真っ当な意見であったり、まあ、全然売れていないとか、そういったことがですね、こちら、多数コメントとしてやってきていると、まあ、そういった状況なんですよ。まあ、アストロボットについてはね、まあ、ソニーとそのズブズブな関係というか、ソニーと表裏一体というところがありますので、まあ、荒れてるっていうところがね、大きなポイントかなと思います。まあ、他のゲームの他のなんかそのゲームメーカーのゲームであれば、まあ、ここまで荒れることはなかったかと思いますが、まあ、やはりソニーの炎上事件であったり、で、直近のその PS の動きであったり、まあ、そういったところが相まって、まあ、このような状況になってしまったのかなと思います。まあ、非常にですね、荒れに荒れまくっておりますが、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないよな。まあ、ここについてはやっぱりソニーとしてもですね、まあ、ある程度予想の範囲内ではないかなと思いますが、ただまあ、ここのその話題っていうのも、別になんか単発で、一時的に炎上しているってわけではなくて、結局その中長期的に、まあ、これからも継続的に叩かれることは間違いはないかと思いますので、まあ、今後ですね、ソニーは果たしてどうしていくのかっていうところでしょうか。ただ一方で、ただ結局、これからどうなるんだろうな。割とマジで。まあ、ここで例えば PS5 Pro、そして PS5、為替レートが、想定していたより下落傾向にあるので、緊急値下げをしますみたいな。多分そういったニュースが舞い込んできたら一気に手のひら返しがね、やってきそうな感じもするけど、まあ、特に年明けにモンスターハンターワイルズが控えていて、で、そのために PS5 をこのタイミングで買おうと思っていた方が多かったので、まあ、そういったところも相まって批判がね、相次いでしまっていると、まあ、そういった状況もあるのかなと思っておりますね。はい。まあ、ここにつきましては本当に何とも言えないところではありますが、まあ、足元このような状況になっておりますよと、まあ、そういったところの共有でした。ぜひ皆さんこの件について純粋にどう思いますか？ぜひぜひコメント欄で皆さんのご意見であったり感想などをお聞かせいただけると非常に嬉しいのでよろしくお願いいたします。ただ本当にね、なんかアストロボットがちょっとかわいそうな感じになってくるよな。まあ別にゲーム自体は悪くはないからね、普通に面白いので、なんだろう、適正に評価をされていないというか、まあソニーの炎上にね、巻き込まれてるみたいな感じなので、まあ発売時期とかも悪かったのもありますけど、まあ非常にですね、ちょっとかわいそうだな、とばっちりだなとは思いました。はい、そういったところで一旦動画終わりましょうか。皆様お疲れ様でした。ではまた。